来ました僕は。何ですか？何ですか？鹿？え？山の上の光ってるから、ほらほら。どれ？ほらほら。え？ほらほら。ほら光ってね。ほら。どこですか？どこ？どうさ、明るすぎるんだよな。ほら。真ん中ですか？ほらほらほら。こっちも気になる。ほら、動物？熊？動物じゃない。ない？どれ？どれですか？あの白っぽいやつとかですか？これがちょうど真正面ね。これ、これ木の枝。あの辺、あのこの辺ですか、真ん中の。ほら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 。え？目があれからわかんない。わかんない。光ってんの。目が？目わかんない。目か。います？これ消えた。どこさ、明るすぎるのかな。ほらあ、音鳴ってる。あ、動物だ。動物？あ、動物ですね。動物今音してましたもん。ほら。音してますよね。じゃあ落としてるし、いや熊いるよもう。ちょっと引っ掛けた方がいいかもしれない。ちょっとやばいかもしれない。こう磨きながら、片方はそっちでやらしてもらって、俺こっちでやってもらって。ちょっと威嚇とかないと。熊熊熊熊熊。ちょっとやばいから熊だ。ちょっとやばいからちょっと待って待って待って。ちょっと危ないよ熊だから。見えたから熊いた。見えたから。やべやべ。動き出してきたから。マジ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 。これ走っちゃいけないから、これでね、方向見てないと危ないんで。うん、やべやべ、熊だよ、熊、熊。月のワグマだった。月が光ってたもん。マジ熊だよ、マジ熊。捨てかほしいのか。そのままバックで行きますよ。危ねえもんだって。背後の人やられちゃうんだけど。落ち着いてください。落ち着けられなきゃできないから、クマいるぞ。そうだよ。銃持ってない。持ってなくていいじゃないか、銃なんか。銃くれよ、じゃあ。うん。助けて。助けて、サキちゃん。クマにやられる。クマ、クマ、クマ。月のワグマ見えない。月が見えたもん一瞬。ちっちゃいけど1メーターぐらいじゃないかなと。月のあのマークが見えたもん。おっばかね、お経なんかでやれてる余裕ねえよ。こっち命で狙われちゃうんだ。ないと聞かねえから。一応こう明るくしとけば、声喋ってれば逃げるから。今日はね、どちら丹沢です。丹沢湖。うん、冬眠してねえっていうのもこの暖かさ。樹海でだって起きてたもん。やばいよ。もうすぐですかね。ちょっと危ないな。車のそばに行きましょうね。うん、叩かないよ、もう無理だよ。あー疲れた。危ない危ない。もうここまで来れば逃げられるで。うん、そう、戦えなきゃねえじゃねえかよ。皆さん戦えんのかよ。雲出没。新からってやってる。そうだよ、本当に。早いんだからね、雲ってね。やばいよ、本当に。うん。雲いたね、一瞬。あったかくなりましたね。はい。さっきと違う。さっきと違う。もう一回行くみたい。今、行かねえよ。うん。車で行かないよ、行かない行かない行かないよ、わからじゃねえよ、わからじゃねえよ。じゃあ皆さんちょっと大きな声出してよ、吹っ飛ばして。人さん助けて、熊がいます。金太並きれないっていうの。そこでお経はやれないよ、その余裕ねえよ。うん、本物クマ見たの。今なんかそんな感じしたよね、なんか、うん、鹿ではないですよね。なんか見たらちっちゃいクマっぽいですよ、なんか。なんだか。うん。早かったよね。そう、6時ぐらい走ってくるからね、
向こうが走ったら速攻で逃げても結構き気まずいですよね。そうですよね。もうちょっと後ろ下がってないと危ないですよね。間に合わないですよね、多分。本気になったんですね。うん、一気に本気出されたら多分60キロ出るから、多分何秒での世界だから。あっという間に来る、ね。あっという間に来ちゃうから、もうエンジンかけてみましょうか。すぐ逃げられるように。勝てるわけねっていうの。あの爪やられてみなよ。やばいって。子熊でも1メートルあるからね。じゃあちょっとね、中が暑いですよね。じゃあちょっとこの辺りにちょっと丹沢湖もお化け出るらしいんでね。それも行って、じゃあ終わりしましょうね。もう一個だけ行って。はい、主権さん、じゃあ次丹沢湖のちょっと周りを。まあ、これね、事故で亡くなってますよね、この辺りね。そう。丹沢湖、中沢湖でした。お疲れ様です。